こんにちは、ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日は春野菜の定食前の元肥に入れる、また追肥に使えるぼかしを作りたいと思います。土作りの場合は米ぬかをともみ殻を生で入れてましたので1ヶ月以上置いた方がいいんですが、ぼかしはもうすでに発酵させたものですので定食時に入れても問題はないですので、そのための発酵をさせたいと思います。それでは材料の説明をします。まず納豆を、2種類の納豆を使います。なるだけ大粒の大豆がいいです。大粒の納豆で2種類を2パック使います。1パックずつ。それで豆乳とヨーグルト、お酢、今回は柚子酢を使います。これがおからです。おからあれば3パックぐらい、今回はちょっと1パックですが、その代わりにコーヒー豆のカスを使います。その代わりになるかどうかはわからないですが。そして酒カス、三温糖、それからイースト菌、粗塩を使います。にがり入りの粗塩はミネラルが入ってますので、これを少々と、お味噌、以上を全部を攪拌して30度の温度のお湯に入れて、さらにもみ殻に混ぜて、もみ殻と米ぬかを混ぜ合わせて発酵をさします。それではまず納豆から、なるだけ大粒の納豆がいいです。まず納豆をミキサーにかけますが、豆乳を入れて、納豆だけですときれいに細かくなりませんので、まず納豆を入れます。そしてこれを細かくミキサーにかけます。次に酒粕をミキサーにかけます。酒粕も水分がないですので、豆乳で水分を与えます。そしてヨーグルト、今回は飲むヨーグルトを入れます、使います。そしてお酢、お味噌、粗塩、量はそんなに細かく、もう小さじ1杯のお塩と、お味噌もスプーン1杯と、麹菌がありますので、ヨーグルト、あ違う、これイースト菌、イースト菌も 100g ぐらい、お砂糖、お砂糖は黒糖または三温糖を 200g ぐらい入れますが、
30度のお湯に入れます。もう一度納豆、違う納豆をもうワンパック入れます。そしてお湯の中に入れます。これで揉み殻を何かの容器に入れまして、あればこのおからがあれば3パックか4パックぐらい入れるといいと思います。先ほどの納豆菌などを混ぜた液をこのもみ殻にかけまして、全体にまずかけておきます。これを混ぜ合わせます。もみ殻にこの液をしまします。ベニヤ板の上に先ほどのもみ殻を広げます。さらにもみ殻を入れて、同じようにもみ殻に納豆菌などをかけます。同じようにベニヤ板の上に置きます。よいしょ。さっきちょっと水分が外に出てますので、ぬかをさっき吸わせます。水分の方に、もう一度もみ殻を
かを30キロ。一袋が15キロですので、米ぬかを30キロ。ちょっと大量に作ります。これをスコップで混ぜ合わせます。このコーヒーの豆かす、コーヒーを飲んだ後の豆かすを一緒に足します。米ぬかが多いなと思えば、もみ殻を足してもらったらいいと思います。くんたんも入れたらいいと思いますが、くんたんは後からでもいいです。これで上にビニールをかぶせて発酵を促します。冬場ですので温度が40度を超すことはないとは思いますが、40度に足りない場合、35度に足りない場合はペットボトルにお湯を入れて中に湯たんぽ代わりに入れて発酵を促します。そして40度を超す場合はまた混ぜ返して温度調整をします。これを4、5日に1回か1週間に1回ぐらいの割で攪拌しながら発酵を促して、2週間から3週間ぐらいすれば、いい香りが、アルコールのいい香りがしてきますので、それで出来上がりです。あとは広げて乾燥させて袋に詰めて保存をしたり畑に入れたりします。このダマになってるのは混ぜてるうちにほぐれてきますし、もしほぐれない場合はこのようにしてダマを壊していって混ぜ合わします。ちょっと今日は時間的に余裕がなかったですので、バタバタとやってしまいましたが、最後まで見ていただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。Nico.